はい、では次の質問に移りたいと思います。では、将来の目標について教えてください。将来の夢、目標は学校コンサルタントになって、学校により良い変革を起こしていきたいということです。そして、企画情報系イノベーション専門職大学の客員教授になることです。なぜかというと、私の志の本質はまず学校をより良くしたいということなので、学校コンサルタントというふうに名前を付けました。そして、ここの企画情報系イノベーション専門職大学の客員教授になって、自分もここに来た生徒さんに自分のアウトプットとしてノウハウを伝えられたらいいなと思っていたり、あとは実際にそこの生徒さんに自分自身も、その当時の大人になった自分も学びたいと思ったからです。以上です。はい、学校コンサルタントというのは具体的にどのような仕事をするんですか？今外から学校を変えていくっていうのがやっぱり文科省しかなくて、なんかそこに大体企業が参入したりだったりっていうのが新しく作っていければなというふうに思っています。わかりました。ありがとうございます。